敵は城を背に固く守って、まずは前衛を突き崩さぬ。ここはギラにお任せを。突撃します。ここは俺が主役。 あなたにだけは負けられない。裸々たちが娘、皆入ります。皆殿、やはり来たか。鬼神の娘が相手になろう。素晴らしき技の数々、きっと厳しい鍛錬の賜物ですね。素晴らしいお働き。 争いの終わりも近いでしょう。計算通りです。今こそ策を披露しましょう。俺に任せよ。皆鍛錬の成果ここに示そう。連携を試す、またとない機会。やってやる。さあ、私も続こう。 我が自由で葬ってくれるわ。真理の槍に貫けぬ者はない。勝負。まさに英雄と呼ぶにふさわしい勇士。寸事件、謹んでお相手する。あまたの火種を潰されましたな。執着しな。素晴らしいお働き。この争いの終わりも近いでしょう。 前衛の敵将に戦力を集中させ、突入目か。そのこちらの守備は薄くなります。我が目苛烈に攻めねば勝てぬ。敵は曹操ぞ。気を逃してはならぬ。攻めずげ。前線の指揮を預かる身だが、 目の前の獲物を狩らずには。俺、残念だが狩られるのはそっちだ。獲物を狩るのは得意なんだ。敵前衛は崩れた。今なら城に迫れるはずだ。これより城攻めにかかる。軽進行準備はよろしいですか。闘争を楽しまん。 影勝つ。いざともに。あまたの火種を潰されましたな。執着しな。おっと、城には近づかせねえ。この俺が止めてみせるぜ。城へは行かせない。覚悟して。父上、ここはお任せを。 負けちゃ息子たちに示しがつかねえ。元気と張飛の強さ、思い知れ。我と確かに。謙信が逃走。ここに示さぬ。任せるがよい。謙信公たちのご活躍により門は抑えました。 ですが、開門には時間がかかりそうです。それも想定内のこと。この間に別の攻め口を開く。忠勝、よろしいですか。本田平八郎忠勝、道を切り開いてまいる。己の道を貫き通す気は愛と通じるものがありますね。
なんという強さ。ここは引く。あなたならやってくれると信じていました。 天下無双の者の不足。貴様とならば楽しめそうだ。我の召した。神領、相手にとって不足なし。任せるがよい。いざ。俺の前に立つ。いい度胸。 場内にはまだ敵が潜んでいるはず。注意して進みましょう。汝が逃走あっぱれよ。ここは逃走。先生、どうぞ。 城の奥深くまで踏み込むとは恐れ入った。行動、勝負と参ろう。己の道を貫き通す気、愛と通じるものがありますが、城を取った我らが優位であったのに、過去も見事に覆されようとはな。ですが、まだ勝敗は決していません。 私たちがお会いしましょう。負けを認めざるを得ない。全員引き。厳しい戦だったが、どうにか勝利できたな。我らの兵をまとめなくては。無邪気となった外野争い、色を奪いした今です。 まさか我らが戦い消耗するこの時を狙っていたのか。今一度戦意を振り絞り、死力を尽くし妖魔どもを食い止める。あなたならやってくれると信じていました。 素晴らしいお働き。この争いの終わりも近いでしょう。己の道を貫き通す気が、愛と通じるものがありますね。任せるがよい。救援感謝します。
地へ行く。まさに天下無双です。何時武を極め、自分の非力さがもどかしい。全員進め、妖魔どもを殲滅せよ。俺が定める。再び戦場に舞い戻った。おとなしくしておればよいもんだ。任せるよ。敵を滅せん。あなたならやってくれると信じていました。何時武を極める。危ないよ。待たせたな。じらされるもまたいい。この地獄共に楽しもう。この程度の敵抑えてみせるぞ。お前はさっさと行け。敵は多勢ですが、あなた方になら任せられる。さあ、妖魔よ、我らが相手だ。信行殿は追わせるぞ。我らが相手だ。見事だ。その草ぶり、人間と呼ぶにふさわしいぞ。俺に任せよ。周りの敵は俺たちで止める。その間に敵の大将をぶっ飛ばしてくれ。ここは遠さ。長方だな。集大だな。その使命果たしてみせます。諸葛亮殿のご助勢を頼みます。ここは私が防ぎますので。すまぬ武王殿、頼んだぞ。どれだけ妖魔を呼ぼうとも、あなたを撃てばそれまでです。清盛が手薄になった。今こそ干され。私一人では抗いきれません。ですが、三通りであればさらさ。諸葛亮殿、お待たせした。これからは我らも共に。妖魔を食い止めてくれている皆のためにも、我らで清盛を討たねば。あなたならやってくれると信じていました。まずいな。さて、そろそろ攻め込んでやるかな。うまくいったろ。仕留めてしまえばそれまで。見事だ。お前らしまえ。やってくれるの。その強さわし以上かもしれん。見事。お主の覇気まさに無双じゃ。よし、敵将将軍敵の体に挑むおてか。妖魔を去って我らを相手に呂布の利を得ようなど甘いわ。長政信行大尉。それがしだけの力ではありません。この戦場にいる皆の力が合わさってこそ
得られた勝利。はい、この絆こそが我らの武器となるはずです。